クレフテス、クレフテス、キ、複数形、山岳島ともとはギリシャがオスマン帝国領であった時代、田園地方に存在した山賊、もしくは反オスマン帝国活動を行った人々のこと。彼らは十五世紀にギリシャがオスマン帝国に征服された際、オスマン帝国の抑圧を避けるため山岳地帯へ逃亡したギリシャ人らの子孫であり、十九世紀後半まで、 山賊として活発な活動を行った。彼らは山岳地帯で自由に生活しており、オスマン帝国の支配に対して戦いを続けた。トルコギリシャ関係の発展に伴い、意味自体は泥棒を意味しているが、クレフテスはオスマン帝国支配時代に屈しなかったギリシャ人として、現在のギリシャ人らにとって特別な意味を与えられている。オスマン帝国支配下でのクレフテスは、 通常、オスマン帝国当局からの復讐、税の納付、債務の返済、軍事的報復を避けていた人々であった。彼らは旅行者を襲撃したり、損落を孤立化させたりしながら険しい山岳地帯や、壁地に居住していた。クレフテスラの大部分は何らかの形で、ギリシャ独立戦争に参加している。また、クレプトマニア、東壁、窃盗症、クレプトクラシー、 泥棒政治はクレフテスの語源である、クレプティンと由来を同じくする。1453年のコンスタンティノープル陥落と1460年のモレアス先生考領のミストラス陥落以降、ギリシャの大部分がオスマン帝国の支柱となった。オスマン帝国の支配下とならなかったのは、ギリシャ人らが生息していたため、オスマン帝国が近づきがたい。 山岳地帯とベネツィア支配下の沿岸部と島所部のみであった。この状況は少なくとも1821年まで続き、ただしマケドニア、イッピロスなど若干の地域が20世紀までトルコ領として残った。ギリシャではこの期間をトルコクラティアと呼ぶ。オスマン帝国が征服した地域はパシャリクと呼ばれる行政区に分割され、現在のギリシャの地域は モレアとルメリアに所属し、さらに封建的領土である、チフトリキ、ド、マレ、に分割された。生き残ったギリシャ兵らはビザンツ帝国軍、地方の民兵、傭兵などの所属にかかわらず、オスマン帝国軍のイエニチェリに加わるか、オスマン帝国の地方有力者の士兵となるか、自活するかのいずれかを選んだ。ギリシャ人としてのアイデンティティ、政教への信仰。 そして自立を維持したいと考えていたギリシャ人の多くは地に生活することを選んだ。これら山賊集団はすぐに貧困に悩まされていた農民、もしくは冒険的行動を好んだ社会的追放者や逃亡中の犯罪者などで膨れ上がることになった。なお、この現象はオスマン帝国支配下のバルカン半島では類似した行動が行われており、セルビアではハイドク、ブルガリアでは ハイルキと呼ばれ、クレフテスとハイドクは互いに協力することもあった。オスマン帝国はこのクレフテスらに対応するために、ギリシャ人らを武装化。彼らは、アルマトリ、マルマトロスとも、憲兵、もしくは山岳警備兵の意味と呼ばれたが時代を、減るごとに、彼らとクレフスと対さないようになっていった。そのため、クレフテスからアルマトリへ、アルマトリからクレフテスへの移行は、 日常茶飯事であり、戦闘、狩猟、共演などの生活様式は、ホメロスの英雄女子史を復ツさせる状態であり、オスマン帝国との戦いを続ける中で徐々に、ギリシャ人としての民族意識を育んでいった。このクレフテスとアルマトリの違いは合法か、非合法かの違いでしかなかったが、彼らが活動していたことで、ギリシャ人らに、ゲリラ戦の伝統が養われることになった。 しかし、彼らは、トルコ人領主だけではなく、ギリシャ人領主らも、略奪の対象としていたが、民衆の間で理想化され、トルコ人への民族的抵抗を彷彿させるシンボルとなっていった。また、1787年に勃発した、ロト戦争、1787年において、クレフテスやアルマトリは、オスマン帝国に対して、放棄を行っている。実際、 クレステスラはイスラム教徒らだけを攻撃したのではなかった。彼らはキリスト教徒らも攻撃し、最大の被害者はキリスト教系のウミンダであった。彼らは見た目こそ体制外の人々であったが、その実、自らを取り巻く社会的、文化的枠外に飛び出すことなく、オスマン帝国体制の中でイスラム教徒支配者やキリスト教徒名簿からとてを、 取り当て自ら朝税刑を行使するなどして、農民らを搾取した。そのため、クレフテスらは、オスマン帝国社会の既存体制を固定する役割を担っており、自らの利益のためには、オスマン帝国と協力することもはない、現実主義者らであった。19世紀初め頃には、クレフテスは、島所部を含むギリシャの各地で活動していた。ペロポネソス半島のテオドロスコロコトロニス。 イピロスのマルコス・ボチャリス、ルメリのオディセアス・アンドレツオス、クレタ島のスファキアの人々や会場でも主略戦として、アンドレアス・ミアウリス、プサラのコンスタンディノス・カナレスなどが活動を行っていた。彼らの中には、地中海で派遣争いをしていたイギリス軍に参加したものもおり、コロコトロニスは、リチャード・チャーチ教が、イオニア諸島で、 ナポレオンに対抗するために編成したギリシャ人連帯に参しており、ミュアウリスに至っては、イギリスのイショ・ネルソン帝徳の捕虜となったが、後にネルソンを捕虜にしたという伝説がある。オスマン帝国の支配が弱まっていった18世紀末、ヤニナを中心に、テッペデレン・リアリーパーシャが半ば独立した勢力を築いていたが、これはクレフテスをうまく操ったものであった。 アリーパシャは反抗する者は徹底的に処罰したが、服従した者は優遇した。そのため、アリーパシャに賄賂を送ったクレフテスもおり、アリー軍の司令官や土地を賜ったクレフテスらもい1821年にギリシャ独立戦争が始まると、当初、クレステスやマルマトリラは、オスマン帝国支配下で得ていた既得権益を失うことを恐れ、 積極的に戦いには参加しなかった。また、参加したクレフテス、アルマトリの中には、戦利品の獲得、自らが生き残るために参加した者もおり、彼らの中には時に、オスマン帝国側へ願える者もいた。そして、彼らやギリシャ国内の有力ギリシャ人らは、オスマン帝国を打倒して、ギリシャが独立した暁には、地方自治体制のもと、 自ら権力を握ることを考えていたが、これは独立戦争初期からギリシャ国外でギリシャ軍に参加していたギリシャ人知識人らが西欧風の近代的国民国家を築こうとしていた考えと対立していた。クレフテス、アルマトリの中でも有力者であるコロコトロニス、ボザリス、アンドルトスなどはこれに参加して各地で戦い、それまでに養われていたゲリラ戦伝統は オスマン帝国を圧倒するに十分に役立った。そして、ギリシャ各地で臨時政府が設立されて、権力争いが始まると、クレフテスラも主導権争いに加わり、この中でも、コロコドロニツとアンドルトスは有力であった。しかし、クレフテスラは当初、戦争に大きな貢献をしたにもかかわらずそれに見合う政治的権力を得ることはできなかった。 1821年12月、ギリシャの3カ所で、それぞれ設立されていた3政府による、第一回国民議会が開催され、ギリシャ中央暫定政府が設立されたが、これは、ギリシャの統一を行うには何らだじからを持たず、内戦が発生。第一次、内戦、1823年11月から12月、では、軍事司令官の地位を剥奪されたコロコトロニスが、 臨時政府を設立して、反、コロコトロニス派と戦うなどしている。後に、キリシャ初代大統領にヨアニス・カポディストリアスが選ばれると、カポディストリアスは、クレフテスの闘目を、略奪者と呼んで、彼らを用いようとはしなかった。しかし、カポディストリアスが暗殺されると、軍事指導者としての地位を確保していたコロコトロニスは、 カポディストリアスの弟アウグスティノス・カポディストリアス、ヨアニス・コレティスらと共に暫定統治委員会を形成したが、カポディストリアス派であるアウグスティノスとコロコトロニスらとコレティスらが対立、再びギリシャは内戦状態に陥った。しかし、コロコトロニスはコレティスに敗北したため、コレティスがギリシャ暫定統治委員会を掌握したが、コロコトロニスはこれに反発。 権力奪還のための行動を起こしたが、これは、ギリシャ初代王となる、オットー、後のギリシャ王オトン一世が、カリシュトナフプリオンに到着する2週間前に、地圧された。オトン一世が即位した当時、オトン一世はまだ成人していなかったため、摂政らが政治を司った。彼らは独立戦争で疲弊した、ギリシャの再興して、西欧風の国家を建設するという目的のもと、 活動を続けた。その中で最も断固たる態度で臨んだのが、軍政改革であった。クレフテスやアルマトリラは国家に忠誠を誓うのではなく、東木に忠誠を誓うという非近代的な正規軍であり、また彼らは当時、ギリシャで派閥を築いていた、イギリス派、フランス派、ロシア派の政治家と、それぞれ繋がっていたため、国家分裂の火種になる可能性があった上に、 ギリシャが独立を果たし後も、略奪などを働いて、秩序を乱していた。そのため、摂政らは、約5000人のギリシャ人不正規軍、約700人のギリシャ人正規軍に対して、解散命令を出した上で、バイエルン人を正規兵として雇用。その上で軍の主要な役職には、バイエルン人、イギリス人、フランス人を就任させた。ただし、ギリシャ人らが、 全く雇用されなかったわけではないが、多くのギリシャ人らは新たな正規軍に加入することを拒み、クレフテスとしてギリシャ国境を越えてオスマン帝国領の貴族らに加わったり、国内で略奪、小銭合いを繰り返すなどかつてと同様の活動を続けた。そして一部は政治家に雇われ、政治的問題に武装介入して、これを麻痺させるなど19世紀における。 ギリシャの社会問題と化した。その後、ギリシャは近代化を進めていたが、1870年4月、マラトンへの遠足を行っていた、イギリス人、イタリア人らが、ギリシャ人秘族らによって捕らえられた上で、ビオティア海岸のディレイシー殺害されるという、ディレイシー事件が発生。この事件は、西欧諸国に、ギリシャが、ハンヤバン人の国とする印象を与えるのに十分で、あった。 しかし、ギリシャ政府は彼らが領土拡大のために必要な存在であったため、友好的な対応策を講じることができない状態であったが、これはギリシャが領土拡大を主張することに対して、西欧諸国圧力をかけていたためであり、ギリシャ政府は彼らを非正規軍として温存して1866年のクレタ法キやギリシャ北部国境での騒乱などで、有効な戦力として用いた。 第一次世界大戦が終わると、バルカン半島諸国の国境線は確定したが、この出来事は、クレフテスラが自由に移動することや彼らの存在を不可能にしていった。しかし、彼らの伝説はその後のギリシャにも影響を与えており、第二次世界大戦時、ナチスドイツのギリシャ侵攻のために占領され、傀儡国と化したギリシャの中で、レジスタンス運動が行われた。 彼らの伝説が蘇ることになった。レジスタンスの兵士らは、クレフテスラに、自らの姿を重ねて戦い、クレステスラのギリシャの英雄としての役割を今日にまで伝えることになった。1895年、ブルガリアの息のかかった内部マケドニア革命組織、イムロによる、マケドニア侵略が開始されるとこれに対抗していた、ギリシャ系民族結社。 エスニキエテリアはクレフテスの例になったギリシャ人集団を組織している。クレフテスらはギリシャにおいてギリシャ人の自由と独立の精神を守り続けトルコ人やムスリムのアルバニア人らと戦った英雄として逸話やクレフテス歌謡が残されている。しかしこれらの歌謡や逸話は後世に彼らを英雄としてイメージするために創作された部分も多くあると考えられ。 そこに描かれた強靭な肉体、軍事能力の高さは明らかに現実味を欠いているが、支配者の不正を暴き、社会的弱者を助ける、社会的貴族の典型として、クレフテスの姿も伝えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。